都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい、都市ミナティでございます。はい、お願いします。あれ流行ってますね。何？クラブハウス。あ、クラブハウス流行ってます。クラブハウス流行ってます。僕も入りましたよ。ね、まあまあ、もうみんなやってて。で、まあ僕もやってるんですけども。え、やってんの？ちょっとこの間ですね、クラブハウスやってみたらですね、どうでした？まあいろんな、ジャンルの方とこう、交流が持てるわけじゃないですか。そういうとこがいいとこですよね。まあね、それが売りであるわけですけども、でまあやっぱ僕 YouTube やってるっていうことをね、言いましたら、どんなのやってんのと言われるわけです。ダメですよ、あなた。え？クラブハウス内で話したことは外に話しちゃダメなんですよ。あ、そうなんだ。そうですよ。そうだとしたら、ダメなんですけど、はい、まあ、ここは夢の中の話ぐらいに捉えていただければいいんで、別に。そんな真面目に言われてもと。はい、それは大丈夫なんですよ。はいはい。で、僕ですね、都市伝説系 YouTube をやっておりますと、いうことを言ったわけですよ、ね。なんだ。うん、そうしましたら、でもね、もう都市伝説ってちょっとトレンドからずれてるんじゃないみたいな。今違うよねみたいなこと言うわけなんですよ。言ってたんですよ。うん、俺たちはトレンドを追いかけない、俺たちは俺たちで誰かより優れているなんて宣言もしないし、心から出てきた都市伝説をやってるだけだよって言ってったんですよ。かっこいいよ、ね。そしたら、って、うん、確かにそうだなっていう感じになってたんですけど、相手も弱いな、うん、でも僕あんま都市伝説好きじゃないんですよねっていうやつも出てきて、あ、それはおるでしょ、ね、うん、で僕言ったんですよ、うん、都市伝説なんてもんはある人にはクズ、うん、ある人にはゴールド、それだけでいいんだ。おお。って言ってたんです。いいやん、かっこいいかっこいい。ああ、したら、うん、感涙してましたね。泣いてた。皆さん、だからもうクラブハウス内で、僕神のように崇められてますよ、今は。キモ。キモ話やただの。いやいや、ただのキモ話するわけねえだろ。ああ、そうかそうか。いや、クラブハウスやってねえだろ。いや、やってないんですけど。やってねえだろうが、嘘つくな。ああ、違いました。誰やねん、それ。これエドワード・バンヘイレンの言葉でした。バンヘイレン来た。バンヘイレンが ね、 いいすね。ちなみに都市伝説じゃなくて音楽でしたね、うんうん、間違ってました。いいですね、はい、かっこいいよバンヘイレン。バンヘイレン、さすがよね、うんうん、いい言葉いろいろ言ってますよね。さすがロックスターということでございます。ね、かっこいいですよ。ちょっと僕がね、負けないように頑張っていただきたいんですけれども、はい、ね、頑張ってって。バンヘイレン負けないように頑張って。不敬か。いやいや、不敬だ、不敬。不敬か、頑張ってって。まあ、はい、でね、僕今回話したいんですけれども、うん、ちょっと今日ほんまにずっとこの2日3日間忙しくって、ああね、ちょっともう寝てもないんですよ。なんかいろいろ重なってる、ね、そう重なっちゃってこまごましてることが、はい、ちょっとこの3日間何してたかっていうのを話そうかなって思って。日記？うん、逆に。逆にじゃない。逆にじゃない。話そうかなって思ってたんです。なんでよ。まあいいけど話しますね。はい、うん、だから企画とかじゃないよ今回は。もう早瀬に起こったことを話すっていう、はいはいはい、いいっすよ。3日前は何してたかな。金曜日か、うん、あ、日付変わってるから。あ、金曜日で合ってるね、はい、金曜日じゃないですか、うん、今撮ってるのは月曜日だからね、はいはい、で金曜日なんですけれども、金曜日はね朝から何してたかな。ずっと編集してたんだ、うん、その時もね、はいはい、編集してて、うん、でまあこまごまいろんなことしてたんですよ、うん、で次の日にね土曜日、まあ、生配信をしてたから知ってる人もいるかもしれないですけれども、うん、山口敏太郎先生のね、はいはい、タートルカンパニー行って生配信してたから、まあ分かるかもしれないですけど、収録ね、そう、はいはい、千葉県のタートルカンパニーを行かしてもらったんですよね。うん、クソ遠い。そうで、うん、まあ、朝から行くからね。だからまあ土曜日にあげるものを全部準備していかなきゃいけないから、その日もう一日ずっと編集したんですよ。土曜日もやんなきゃいけないからね、金曜日に。そう、あ、そうね、金土分。そうで全部やっ
で、うん、で終わったのがもう土曜日に変わって4時とか3時とかかな。朝のね、うん、全部終わって、うん、で家出たのが10時ぐらいじゃないですか。そうね、10時11時ぐらい、うん、ぐらいだったと思う、うん、で待ち合わせして、ね、で行こうって言ってたんですよ、うん、ほんでまあ行って、うん、タートルカンパニーね、はいはい、もう遠いって言ってた、ほんま遠いんですよ、もう1時間から1時間半ぐらいかかるんですよね、うん、で着いたら着いたでものすごい坂なんですよ、そう、ね、事務所までね、まあまあ遠い、そっからもで僕もゴルゴダの丘って呼んでるんですよあそこそう、ね、もう坂なんでえぐいんで見つけられるもんね最後、そうそう、うん、なことないけれども、で行って、まあ、コラボ動画ね、うん、撮らせてもらって、で山口先生側にも僕ら出させてもらうんですよ、そうね、うん、その、アトラスラジオの方に出させてもらって、うん、で日本大好きも出させてもらって、はいはい、でその後、うん、夢郎さんが誕生日だということで、ああそうそう、うんね、夢郎さん家行って、そう夢郎さんが誕生日なのに、うん、夢郎さんご飯を振る舞いたいって言ってて、そうそう、なんかね、いいお肉が手に入ったからっつって、そう、うん、で誕生日をね、うん、知ってたわけじゃないですか、ああ、そうね、岸本さんも、うん、あと一緒にいた中澤さんも、ちょっと僕は定かではないですけど、で、はいはい、なんで何も用意してないあの時さ出してくれたさ、なんか英語の飛騨牛、飛騨牛、あ、飛騨牛となんかのね、お肉、そうお肉をさ、うんうん、あの夢郎さんが出してくれるという情報だけし、それで言ったじゃん。でもなんか、うん、誕生日やのになんか出してくれるってなったらさ、悪いから、うん、誕生日プレゼントなんか買うてくわって普通なるじゃないですか。なるね。持ってったのが僕だけで、なんでと思って俺あの時。そうっすか。一番年下ですよ僕。うん、確かに。兄さん方って思って、うん、僕はもう亀しずくっていう、うん、あの九州のものすごい有名な酒蔵の酒持ってて、焼酎ですよ、あ、そうすね、あ、100年ぐらい経ってるすごいお店、ね、老舗のお店のやつ持ってって、うん、店がね、あの喜ぶかなと思って持ってって、はい、もう結構でっかい亀持って行ったんですよ、うん、そうね、兄さん方見たら、うん、あの手に何も持ってないからええと思って、いや、あ、でもカバンの中から何か入れとんかなと思って、そうそうそう、中田さんもたくさんカバン持ってたから、うん、なんか持ってんやろなと思って、あの夢野さんなんかね出してくれてるし誕生日プレゼントとか持ってきてますって言ったら、うん、いいええ家とは、うん、と思って、あ、え、なんでなんで持っていかなかったんですか。いや、俺はもう普通に知らなかった、うん、え、本当に、うん、あ、そうなんだ。うん。あ、ほんならええよ。いやいやいや。知らなかった。だって言ってたじゃん。行きの時点で、なんか、何用意したんですかって言われて。あ、そう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 。え、何の話ってなったの、うん、もう中田さん知ってたんですよ。うん。誕生日ですよねって言ったら、うん。で、なんかおめでとうとかもツイッターとかでやってんですよ。うん。その後、飯食わしてくれる誕生日なのにって言って言ってんのに、うん、何も用意しなかったんですよ。いやいや、怖くって俺怖くない、なんでって思って中澤さんっぽいじゃん、しかもその飛騨牛もさ、うん、夢郎さんが誕生日プレゼントでもらったものなのよ、うん、ああね、なんか送ってきてくれたんだっけ、誰かがね、振る舞いたいからって言ったんですよ、そう、すごいよね、なのによ、あ、えらい、踊れら2人よほんま思ったわ、だから、年齢って記号で、早く生まれただけだなって。そう、ね。ただそれだけだわ、と思って。常々俺も言ってるでしょ、うん。年齢なんか意味はないって。いや、それあんたら側が言うことじゃない。歳言ってる側が言うことじゃない。歳なんか気にする必要はない。いや、違う。常々言ってるから、俺も本当に、うん。おかしいのよ、だから。ね、うん、しかも40っていう、ね、キリのいい節目のやつですから。で、さあ。うん、あの時思わなかった、夢野さんが、うん、40っていう節目だからかな、いろんな人がいろんなものをくれたんですよって言って、そうそうそう、誕生日プレゼントをさ、これって紹介したじゃん、うん、自慢大会、あんたらさ、うん、あの時何も思わなかったんだほら何も持ってきておらんなと、うん、ほら今度なんか持っていきますわとかもなかったし、うん、ごめんなさい、ちょっと今回知らなかったから夢野さん今度なんか買って次会った時持っていきますわの一言もなくうめえ言って食うて、うん、うまいなこれ、うまいな、醤油やっぱいいの使ってんねみたいな、いやどうでもいいねそこちゃんと食レポしてたよ、うん、そうそうやってた、うん、そこじゃないんだよ兄さんと俺思いながら、ここだよねって、うん、ああいううまくできてるねーって、何も言わんと飯食うて、うん、ほなちょっと美味しいっつって帰りますって帰って、え、夢郎さんが誕生日だってこんなもろた言って、うん、音叉もらったんですよ、ピーンって、うん、音叉ですね、いや違うプレゼント。珍しいな。なんかそう言ってましたね。うん、珍しいなって言って。うん。あっちにも
大きいボールあるじゃんじゃないよ、シンキングボール。なんなら中澤さん持って帰ろうとしてたから、ね、そうこれいいなっつって、俺はそう思ってたのよ、あの時に。すごいね。僕はゆめろさんもしかしたらそんなこと思ってないよ、邪推だけれども、うん、誕生日プレゼントああいう風にパッパッパーと見せるのは、うん、オタクだわアピールっていうことなんかなとちょっと思っちゃったの。そんなこと思ってないだろうけれども、はいはい、うん、僕からすると僕はね持ってきた人間だからこそ思うんですよ、うん、この人らはって思って、あ、うん、素直に感心してた。何を？すごいもらってるなって。いや違うよ違うよ。自分も元気あるんだなって。あげる側本当にびっくりした。にいるわけで、うん、なおかつ誕生日に行って飯食ろって言う、なんか珍しい酒飲ましてもうて。あ、そうそう。つーなんかやっぱり度数が高いとすぐ酔っ払っちゃいますねじゃないよあんたら。ね、見たことないお酒ね、うん、振る舞ってくれて。違うよ。うん、なんか久しぶりにどの杖を飲んじゃったからこんな少しでも酔っちゃったな、階段とかほらふらついてますじゃねえよ中澤たけし。あんたら物あげろよ。そっか、うん、気づかなかったな、マジでびっくりしたわ。 あれはほんまに、いや、うん、欲しいとは言ってないけれども、うん、ゆめろさんはね何も言ってない一言も言ってないけ ど俺は思ってたあの時、うん、あ、そうなんだ、うん、なんでと思って、お前はいいよそこ、なんで思う必要ないよ、夢郎さんが思わないんだ、おかしいだろと思ってたんですよ。いい、うんうん、ほんな帰りましょうって帰って、ほんで家帰ったらよ、うん、あの奥さんが倒れてるんですよ。あ、そうだそうだ、ベターっと倒れてて、はいはい、うん、え、どうしたのって言ったら、うん、はあ、って言うんですよ、うん、どうしたのって言って、もう全然動かないんですよ、はい、ピクリとも、うん、おいおいって言っても、はあ、言って、うん、何が原因なんだ、もしかして俺コロナちゃうかなと思ったんですよ、うん、でコロナって言っても分かんないって言うんですよ、うん、熱測ってみよう、熱測ってみても、まあまあそんな普通なんですけど、普通の熱は、うん、え、どうしたの大丈夫うわーって揺さぶって、いや、やめても声もうるさいって言われて、うん、完全に体調壊してるんですよ、グロッキーだ、え、何が原因なんと、俺が事務所行ってる時に何してたんって言ったら、うん、よもぎって、うん、よもぎ、よもぎをやるって何言ってんの、うん、俺だから草かなと思って、いやそうだね、よもぎって草だから決めてたってことかなと思ったんですけど、うん、なんかよもぎの何、よもぎだって言ってちゃんと聞いたら、なんかよもぎ虫って言って、うん、それそのまま言いますね、聞いた、うん、今、うん、座るんですって、うん、ケツの下に、うん、あのよもぎを蒸すんですよ、ケツの下で、だ草でね、煙を出してふーって言って、それを子宮から入れるんですって体内に、うん、体内取り入れる、そうで、うん、ぐーっと回ってそれが出ないように、うん、なんかクッとフードかぶって、うん、なんかマントっぽい、ね、そうかぶって、うん、よもぎが外に出ないようにするみたいな、うん、それって言って、うん、よもぎ負けしたんですよね、よもぎ負け、うん、うん、聞いたことないけど、よもぎ負けしたってするもんなのかもしれないけど、そもそもらしくって、うん、よもぎ負けしたって言って、うん、大丈夫かって言って、でもほな体壊しちゃったら俺もいろいろ買ってくるわって言って、もうほんま普段買い物とか行かないんですけど、うん、もう一人で買ったの数年ぶりくらいかもしれないですね。ちゃんと一人でいろんなもの買ったりとかするの、うん、買い物って感じでね、うん、そう買い物ちょっと行って買うとかありますけど、うん、一人でスーパー行ってなんかたくさん物買うっていうのは、ね、うん、これ何年ぶりとかなんですよ、うん、それも何年前っていうのは多分奥さん体壊した時なんですよね、うん、で買うて帰ってきて、うん、なんかあのポカリスエット飲ましたりとか、うん、冷えピタやったりとか、はいはい、ウィダインゼリーか、うん、あなたが普通にゼリーとかね買うてきて、うん、いや大丈夫かなって思ってて、うん、ずっとなんか見てたんですよ奥さんを、うん、ちょっと働かしすぎたかなとかね、よもぎって言ってるけどもしかしたら動かせすぎたから体壊したんかなと思ってじっと見てたら、うん、ビュンビュンって聞こえるんですよ、うん、ビュン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 って怖い怖い、ね、どっから聞こえてんのと思ったら、うん、横の部屋なんですよ、うん、1個横の部屋、うん、1個横の部屋からビュンビュンビュン、うわーピンって言うんですよ、うん、何ビュンビュンビュン、全然わからん、ビュンあーピンって言うんですよ、うん、よう聞いたら、うん、ゲームやってて、うん、火炎放射器で、うん、人焼き殺してレベルアップさせるゲームしてたんですよ。ねえ、そんなゲームあんの？いや、してたもん。存在するの？火炎放射器で人を焼くって。うわーピン。あ、なんか戦いのあのサバイバル系のやつか。そうだと思う。でも、で多分火炎放射器使いで。武器なんだ。彼はね。あ、なるほどね。火炎放射器でふわーって焼いて。いや、そのさ、隣に聞こえるぐらいの音量でやってんの？ゲームを？配信してるんですよね、僕らと一緒で。あ、結構な音量でしか喋りながらやってるんですよ。ああ、じゃあそうだね、うん、マジでビョン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 ビョ
してレベルアップし レベルアップしてどんもしかしたら調べたら見つけれるかなと思って、うん、確かに YouTube、ね、生配信かもしれないし、火炎放射器スペース焼き殺すスペースレベルアップって入れたんですよ、うん、全く出てこないのゲームって入れろゲームって入れないと変なの出てきたわ、うんうん、いやだからそんなんと戦いながらね、うん、なんかもう腹立つななんて思いながらまあまあ朝に迎えるわけですよ、うんね、奥さんまあまあ体調悪いまんまそう、うん、でまあ日曜日はだから帰ってきてね、うん、で体壊してって日曜日はずっと編集してるんですよ、うん、山口先生のと次の日にあげなきゃいけないからあ、はいはいはい、そうずっと編集しててあ、うん、げてでその後は普通に僕も仕事あるからしてって、うん、で月曜日迎えて、うん、月曜日になったら山口先生の分の編集もしなきゃいけないし、はいはいはい、音源も編集しなきゃいけないし、うん、なおかつその日収録も控えてたんですよそうだね、うん、仕事して、編集して、うん、そうでまあ今日さんと話してはこんなんこんなんこんなんしましょうって言って、はいはい、もうギリギリで僕行ったんですよ収録あ今日ねそう、うん、もう遅れたかな遅れてないかなまあもうギリギリついて言ってたよねもう本当間に合わねえっつって、うんうん、ギリギリついてで、まあ、収録を終えて、まあ、簡単な収録やったんで、うん、30分から40分ぐらいで終わったんですよ、うん、ほらそこにあの亜美さん、うん、階段家、うん、亜美さんから連絡来て、はいはいうん、あのちょっとご飯行きませんか、うん、あぜひぜひご飯行きましょうって言って、うん、奥さんも元気になってるしよかったと思って、はいはいはい、でまあご飯食べ行くんですよでも結構どっこも閉まってて、うん、そっかとかそう、ね、埋まってた逆にお客さんが入ってて、うん、あそうなんだ、うん、今だからどっかないかなって、まあ、カフェが空いてたんでねちょっとおしゃれな、うんうん、そこ行きましょうかってカフェ入ってでまあ紹介されたんですけどそこにね、亜美さんの後輩の西田さんっていうすごいマッスルな芸人さんがいらっしゃってて、うんはいはい、でまあ2人と僕1人3人でご飯食べようって食べてたら、うん、なんか思いのほか熱い話になって、うん、なんかイメージなんですけど、うん、僕亜美さんって敵なしな感じしてたんですよ、うん、ああまあ階段階でそう、うん、横に人並んでないじゃんまあなんかね、一番集客力あるしあの稲川さんのあなんだっけ、うん、後継者っていう感じがしますよ ね言われてるもんねそう言われてますし俺敵なしやなと思ってだって数百人呼ぶんですよ、うんね、すごいよね700人で速乾で、うん、ほんでなんや階段話したらみんな人集まるし、うん CJ もたくさんおるし、まあ、確かにそうだろうね僕の中だともう若いキングっていう感じがうんしたんですよ、うん、もうほんまのキングが稲川さんとしたら、まあいいうん、若いキングやな王子みたいな感じがしてたんですよ、うん、王子、うん、で、うん、そこまで行ったらさ、うん、はっきり調子乗っていいじゃんまあね、うん、そのそんなになんかね敵にやられるみたいな状況はないだろうねそこまで行っちゃえばもう超えられないもんなかなかないと思うなかなかないから、うん調子乗ってんかなって思ってたら、うん、会ったらむちゃくちゃいい人でさ あそうっすかお前がまず調子乗ってると思ってるのもどうかと思うけど今まで会った中でも調子乗ってなかったです全然そうでしょ、うん、もうほんまにすごい人なんですけど特にないよでもその時よりも増して、うん、いやそれこそ海王と取ったりとかさ称号取ったりとかさ、うん、本出したらめっちゃ売れるしだからもうそりゃ相当調子乗っていいわけじゃん調子乗る誘惑がいっぱいあるぞ、うん、俺やったら調子乗ってるから、うん、ああどうもどうもっていう感じかなと思って、はいはい、あお久しぶりですみたいな、うん、いつ以来ですかね、うん、って怒られたからあっけん取られちゃって、うん、めちゃくちゃいい人やなって思ってだ恥ずかしくなっちゃってそんな風に見てるのが、はあ、申し訳ねえななんて思いながらまあご飯入って話してってで僕が怪談師って一回も言ってないのって理由があるんですよ僕が、うん、お前がね僕、早瀬がね、はい、怪談師って言わないんですよ、うん、で紹介された時に怪談師って言われても違いますよって僕言うんですよ、うん、怪談師じゃないですよと、うん、あの怪談師の人と比べないでくださいと、うん、僕そんなうまくおしゃべりもできないし怪談うまくしゃべることもできないから僕はまあ怖い話とか体験した話とかを取材してしゃべるだけの人間なんで、うん、怪談なんてそもそも師匠の師怪談師っていう、はいはい、そんな師なんてつけるほど偉くないから、うん、僕はもう無理ですよそんなのはって言って、うん、だから怪談師って僕のこと呼ばないでくださいと、はいはい、僕が話すのも怪談じゃありませんよって毎回言うんですよ、うん、その時も言ったんですその日の収録でも、うん、僕は怪談師じゃないし紹介の仕方をって、ね、そう怪談も喋らんって、はい、変なことしか話してないみたいな、うん、って言ってる理由があって怪談師って呼ばない、うん、僕亜美さんなんですよなんで2018年の怪談グランプリでさせてもらった時に、うん、亜美さんが出られてたからね、うん、ちょっとまあむちゃくちゃうまいから怪談ちょっと勉強しようと思って見てたんですよ、うん、そしたらその時に
皆さん楽しいですね、怪談今日たくさん聞けてって言ったんですよ、お客さんに向けて、うん、俺にはそれ絶対言えないんですよ、うん、なんで、いや俺自分のことでいっぱいいっぱいで、うん、その時にあこれは勝てる人じゃないと思ったんですよね、うんうんうん、そのお客さんのことまで思って、まだうん、エンタメの、そうそう、うん、この怪談というよりは、ね、そう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 、だから怪談というよりはエンターテインメントで怪談話してるみたいな感じだったから、うん、俺その時あもう勝てないわと思って、うん、この人には、うん、怪談師っていうのはもう一生名乗らないし、名乗ることもこれからないなって決めたんですよ。うん、極端な話ね、うん。そもそも怪談師って阿弥さん自身名乗ってないから。あ、なんて言ってる？怪談家。あ、怪談家かって言ってるから、亜美さんが名乗ってないのに、うん、俺なんか名乗れないし、そもそもねそれ言ったらもう、うん、全怪談師やばいんじゃないって思うけど、うん、やばいと思ってます、僕は。だからよう言うなってなっちゃう、あの今日から怪談師デビューしますみたいなやつはもうカスやと思ってるんで、僕はなんでお前が師名乗ってんねんって確かにな、ずっと思ってます、ずっとやったもんが師ってつけるんですよ、あんなもんは。まあまあ、うん、ちょっとそのね、俺知らないからあれだけど、いやいや怪談のルールを、で僕は思ってるんですよね、うん、だからそんなんかちょっと怪談好きでやらせてもらってます、今日からデビューさせていただきます怪談師の丸々です、やらしゃってやっぱ思うんですよ。ああ、そういう気持ちでいたからこそ、うん、なんかもう亜美さんと会って普通に話してむちゃくちゃいい人でびっくりしちゃって、うん、なんで調子乗らないのって聞くんですよ、うん、僕も、うん、僕は見返したいとか調子乗りたいから上京してきて今ずっと頑張ってるみたいな、うん、亜美さんはそういうのないんですかって言ったら、うん、いや僕なんてもんが調子乗るなんてみたいな、うん、こんな人いるのと思って、うん、僕の周りって、うん、調子こいてる人ばっかなんですよそう、本当に最近会った人以外ですよ、うん、誰とはないけどもほんま調子こいてる人ばっかやから、だからなんか、うん、俺このままでいいんだろうかって思っちゃいましたよね、うん、こんななんかすごい人がっていう、まあ、でも目標が高いというか、うん、志が多分ちょっと震えましたよね、すごこの人って思って震えたんだ、うん、本当に、うん、人格者だなって思う、なんかついていきたいって気持ちも分かるなって思う、なんかみんなが、うん、まあ、慕われてるもんね、そう慕われてますよね、軍団みたいになってるもんな、そう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 、だからああいうのも分かるなって思いましたので、僕には多分軍団もできないしああいうのにはなれない、拒絶するからな、まあ、そうですけど、でだからそのついてきたいって言っても、うん、途中あいいです、はい、こんなやつやったんやってなって多分離れると思うんですよ、ああそうか、そう、うん、そうかじゃないよ、その要素は確かに、踊れおい踊れもそうやずっとぐちぐち言ってんだこいつってと思われて、なんか仲間なんてできても多分離れていくんですよ、うん、でなんか この人すごいなと思いながら、はい、まあ、それ以外にもずっと詳しくいろいろ話したんですけど、はい、まあ、あんまねちょっと言えないこととかも多いんで言えないですけど、うん、結構話しました、になったと、うん、2時間近く話したんじゃないかな、もうもう珍しいよね、うん、そんなゆっくり時間取られる、そう、まあ、ずっと話したかったんですよね、すれ違いはねちょくちょくあるけどね、そうそうありました、いやすごいっすわ、なんかびっくりした、はい、うん、なんか感心したな普通に、うん、いいことでしょう、キングと勝手に思ってただけですけど、うん、そんな人がすっごい陰で努力して、うん、すっごいいろいろ考えてこの先どうしようとかって考えてるっていうのは、いや俺だったら多分もう王座にベターっと座って、うん、おいなんかもれえことやれって言っちゃいそうだけど、うん、そんなこともなく、ね、ずっとトロフィー持ち歩いてたもんね、うん、そうねほんまに2つ持ってねはい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 、すぐ写真撮って、うん、2017、2019、ほい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 、見てたから、そう。こっち2019、こっち2017、ほい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 、見てたから、やってたわ。そうそう、やってたけど、あんなやったらあかんのよ。そうだよ。ほんまに。恥ずかしいんだから。恥ずかしいんだからじゃないよ。ほんと、だから、ちょっといろいろ考えましたね。もっと大人にならんとなと思いました。まあまあ、でも、だいぶ先輩だからね、その、そうっすね。今の時点でっていうのはちょっと難しいかもしれんけど、さっき、あんた言ってましたけどね、年齢関係ない、うん、言ってた関係ないと思うすぐ覆ったけど、でも思いました、そういう風にちょっと勉強しななと思いましたね、うん、すごいわ、なんかすげえ褒めてくれるんですよ、ああね、うん、それはいいことだね、うん、あんまできないもん俺人褒めるって、いやそう、うん、結構褒めてるイメージだけどね、下に見てるからね褒めてるときは下に見てるからね、おやるねみたいな感じのこと言ってるイメージあるけどな、嘘嘘、本当に、いや俺はあんな
ちょっと褒めるときって自分も褒めてほしいとかってあったりするじゃん。うん、まああると思う。そんなもなく、普通に、あれがどう、あれがどう、あれがどう、あれこうこうこうで、こういう人があなたのこと好きって言ってましたよみたいなとか、ほんまにだから怪談好きでエンタメ好きでの、なんか純粋な人やったな。へえ、うん。まあでもやっぱ本当に好きなんだろうね。で売れてる人ってみんなあんな感じなんですよね。まあ多いよね。話すとね、うん、純粋になんか好きでやってる人。あまり考えてないで、そう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 、自分の好きなことやってたら周りが、ね、こういう風になんか称えるようになったみたいな感じで、ね、でこの地位になりましたみたいな人多いから、うん、まあ多いね、確かに。そのラインなんだなって思って、ちょっとびっくりしましたね。やっぱそこだよね。そこ目指したい。慕われるかどうかとか尊敬されるか。誰も慕わんやん。うん、慕われてなくはないと思うけど、尊敬されてるからちょっと怪しいよね。ないない。ある若い子なんですけど、うん、その若い子がさ、僕のこと好きって言ってくれて、うん、ありがたいじゃないですか。うん、ありがたいって言って、で、なんかあるご飯会行ったんですよ。うん、で、ご飯会行って、うん、あ、好きなんですよ、嬉しいです、会えてって言って、はいはい、の時に僕言ったのが、僕は嬉しくないけどね。うん、別に。って言ったんですよ。なんでそんなこと言うの？ドヨーンとなった顔が。なんでそんなこと言うの？いや、本当そうだったから。うん、もうほんま何も思わず。うん、すごく落ち込んでて、すごい。うん、だって、本当に会いたくなかったんだもん、俺は。いや、別にって思ってたってことでしょ。うん、でも、まあまあ、言ってもね、みたいな。この人が、なんかね、イベントやるって言ったら、出演とかするでしょって言ったら、うん、しないですよ。なんで僕がおかしいです、それ。うわ、嫌なこと言うな。僕が阿弥さんで、その人が林だったんです、その時はね。ああ、逆の感じで言うとね。そうそう、そんなことしちゃってるから。それは、ちょっとあれだな。うん、刺激を与えられんな、うんうん、なんか機会があったらね、うん、やるかもしんないよねみたいなって、うん、その時のこと思い出して、うん、ああこれが売れる売れないだし、尊敬されるされないネタが荒れる要素、そうそう、やかましいよ、うん、誰がコメントに来た変なやつと喧嘩して日記全部終わらしただこの野郎。そういうところやろ、その日記ごと火にくべるっていうね、炎上して戦うって、うん、チョイスなかなかないから、ね、そうですね、うん、アミさんを目指す人じゃなくて眺める人です、ね、勉強になったんだろ、言いましたよ、だからアミさんにも勉強に、僕は多分慣れない、そんな真摯にいろんなことに向き合ったりとか対応したりとか、ね、対応したりとかできないって、うん、だから僕はアミさんにすごい すごいし、うん、目指したいし、うん、超えたいけど今日思ったと、うん、てか皆さん今日楽しいですねってお客さんに向かった時に俺はもう思ったと、うん、あ、通してね、この人には勝てないし目指すとこじゃないわと、うん、この人はすごくやってるなって眺める人だから、うん、僕には勝てないな、これは一生って思ったと伝えましたもん、あの時に2018年に、うんうん、人格破綻者だもんな、誰がだよ、でそこはもう無理だよ、人格者を目指すなよ、もう誰がだよ、無理なんだから、仲いいじゃん、韓国でおちんちんされた仲じゃん、なこと言わないでよ、そういうの言うやつがダメなんだよ、見てって、ここギュッて握って風呂場からフッて出したら気球みたいになるよ、触ってみるの仲じゃん、クソもんだよな、マジで触り合ったじゃん、気球最悪だわ、イボイボの気球触り合ったじゃん、いやもう全然覚えてない、お前の気球やばいな、絶対言ってたじゃん、絶対言ってない、作りまくって、チョさんの気球はちょっと固めですねって言ってたじゃん、いや俺柔らかいし、ギュッて握って、絶対違う、触りはあったじゃん、いや、やったけど近いことはやってたと思うけど、そんなことやってる人は無理なんですよ、うん、うん、いやそうね、うん、っていう、まあなんかね、濃密なというか濃い、金土日月か、うん、でしたね、なんかね、いろいろ大変だったね、大変でしたね、まあ、仕事むちゃくちゃいろいろ溜まっちゃって、まあね、もう、うん、しゃあないな、こうイレギュラーが起こるとな、そうそう、1個2個、今ももう 3,4 本溜まってるし、明日までのやつほんまにきつい、もう3,4 本ちょっとさ、うん、なんかうまいことね、減らしていけばいいんだけどな、いや減らしていけばいいものは分かってんすよ、うん、分かってるじゃん、減らせらんないやつだから、そうそう、そういやいやいや、俺の中では減らせられるんだけど、いや、もう無理よ、お前は無理なんだな、うん、それは無理だから、しょうがないじゃんっていうね、早瀬もね、もう自分の住みたい方に頑張っていきますよ、ああそうですか、うん、ただまあ鬼とか蛇とか言われるでしょうね、うん、キングとか王子とか、ああいうの綺麗な方は王冠は多分俺はもらわないと思う、うん、まあでも大蛇になったらいいじゃないですか、沼の方に住んでると思う、ヘビ、うん、ヘビって言われて、あいつの近くいたら飲み込まれるらしいぞみたいなこと言われるように頑張ります、うん、僕はもう違うなと思いました、でもだから恐れおののかれ、うん、
たらいいじゃん。そうですね。もうそっちを極めたら。ビンタロウじゃねえか。ただの。お前絶対言うなよ。コビンタロウじゃねえか、ただの。やだよ、俺は。似てきてるよね。似てないよ。うん。コビンタロウですよ。まあ尊敬しますけどね。はい、川口先生ね。むちゃくちゃ。ということだね。はい。なんかいい話なのかな、これ。いや、いい話じゃないですよ。あった話ね。はい。濃い数日でした。はい。はい、以上です。でした。